こんにちは、鈴木和人です。今日は 100% 痛みが取れる主義ってあるのかっていうことについてお伝えしたいと思います。まずね、原理原則として、東洋医学と西洋医学の違いがあります。東洋医学と西洋医学の違いですね。西洋医学は例えば緊急性の高いものに対して、絶対的なアプローチがあります。東洋医学は反対に緊急性が低いものに対して相対的なアプローチが得意です。例えば西洋医学だと血管が切れている人で出血している人に対して血管を縫って輸血をする、これは絶対的なアプローチです。他に特に手技ですかね、治療が思い当たらないですね。それをまず止めなければ死んでしまいます。東洋医学は逆に緊急性が低いものですね、肩こりとか腰痛に対していろいろなアプローチがあります。巷にはですね、結構技術の DVD とかセミナーがあるんですが、やはりどれが一番っていうふうにはならないかなっていうのはあります。例えば、慢性的な腰痛ですね。これは仙腸関節の動きが悪いかもしれません。ある先生によっては頭蓋の縫合のリズムが悪いかもしれません。あとは、その方はですね、クライアントさんの職場環境がもしかしたら悪いかもしれません。もしかしたら全体の宇宙のエネルギーの流れが悪くなって腰痛になっている可能性もあります。どれも間違ってはないんですが、絶対的なものがないので、どれが正解かっていうのがなく、全部正解だと思うんですね。で、例えば西洋医学の場合ですね、これが反対で、もし心臓が停止している人に対してアプローチは心臓を動かして、循環をさせる、これ以外に対応がないです。もし東洋医学的に当てはめると、神経の、経絡の流れが悪いから、関係ですね、そっちを補った方がいいかもしれません。もしくは、内臓の調整ですね、内臓の調整のアプローチをしようとか、あとはカラーセラピーとかをして、心臓を動かそう、そんなことはおそらくないと思うんですが、なので、西洋医学は絶対的なアプローチが多くて答えが明確にあります。この数値が悪いとこの薬っていうのがあるんですが、例えば腰痛に対して緊急性が低いものに対してこの治療っていうのはないんですね。なので、どれがこう一番っていうふうには決めないで、このコンサルティング的な役割ですね、東洋医学の施術者、セラピスト、整体師の先生は広く浅く知っておいて、この方にはこの主義が合うなっていうコンサルタント的な役割をしてあげるのが一番絶対的なアプローチかなと思います。まあ、そのアプローチとしては相対的なんですが、その答えとしては絶対的になっていると思います。例えばですね、この方は仙腸関節が悪いけど、でもちょっと刺激が弱いからこの主義をやってみようとか、もしかしたら職場環境が悪いのでカウンセラーの先生を紹介して、そこからアプローチをしていくっていうやり方もあります。まあ、こういう感じで、やっていただくのが、一つの正解かなと私は思っております。なぜ私がこの話をするかというと、やはり自分自身絶対的に、最強の主義を求めて、たくさんセミナー出てきたんですが、やはりこれだけやれば絶対改善するっていうのは なかったんですね。西洋医学に比べてセラピーを受けようとする方はやはり緊急度が低いので、相対的なアプローチになってきます。で、施術家として大切なのはやはりこのクライアントさんに、施術がこう合うので、この施術は合ってるなっていうのをコンサルタント的に、役割を意識して、変化に対応していただくといいと思います。またそういう感じで意識を持って、治療に当たっていただくとより効果が出ると思いますので、よろしくお願いいたします。また何かご質問ございましたらよろしくお願いいたします。失礼いたします。